木梨憲武が10月30日にリリースするサードアルバム木梨ソウルより収録曲ノーリミットフィーチャリング AK69 が明日10月23日に先行配信。合わせてメガボルトが公開される。本楽曲は2022年11月5日に東京体育館にて開催されたパラスポーツの祭典ビヨンドスタジアム2022のチームビヨンド応援ソング。10月15日に開催されたジェネレーションズフロムエグザイルトライブのライブに木梨と AK69 がゲスト出演した際にもパフォーマンスされた。メガボルトは木梨のホームタウンである祖師ヶ谷大蔵、渋谷、新宿とストリートフレーバーあふれるテイストのヒップホップマナーにのっとったスリリングかつスタイリッシュな映像となっている。さらに10月23日にはノーリミットフィーチャリング AK69 配信と合わせて iTunes ストアでのアルバムプレオーダーも開始。アルバムの一部が視聴できるように、さらにプレオーダーキャンペーンとして木梨ソウルオリジナル T シャツが抽選で当たる企画も行われる。なお木梨憲武はアルバムリリースを記念してミニライブ&CD 購入者を対象としたヤーマン会グータッチ会を10月29日にアーバンドックララポート豊洲で開催。ソロとしては初めてのイベントとなる。リリース情報、木梨憲武、木梨ソウル2024年10月30日水曜日リリース予約、プレオーダーはこちら https://kinashi.lnk.2/kinashisoulprプレオーダーキャンペーン詳細はこちら https://form.univershmusic.co.jp/kinashisoul iTunes ポページインデックスHTML 関連リンクウェブサイト https://kinashinokaiin.com/instagram https://www.instagram.com/noritakeekinashi オフィシャルユニバーサルミュージックサイト https://www.universal-music.co.jp/kinashinoriteki/amazon.co.jp 限定木梨ソウル初回限定版特典トートバッグ7590円。 Amazon で詳細を見る。 amazon.co.jp 限定木梨ソウル通常版特典トートバッグ380円。 Amazon で詳細を見る。リアルサウンド編集部フォローオンスナズフォローオンスナズフォロー音寸操作ウェブサイト。あなたが知りたい音楽情報をいち早くお届け。シーンの最新トレンドや今気になるアーティストをピックアップし、わかりやすく、そして詳しくお伝えしていきます。毎月更新の特集企画もお楽しみに。最新情報は Twitter、撮り下ろしのインタビュー写真は Instagram、オリジナル動画は YouTube をチェック。リアルサウンド編集部の記事一覧はこちら。